毎月賞は1219年歌人藤原定家が表した過論書。藤原定家の新作か偽作かについては論争がある。署名は毎月の500首脳拝見せしめ総動ぬと始まる書き出しによるもので別に若手君、定家教唱則などの署名があり、いずれも現代ではないと考えられている。 毎月百種を定価のもとに送ってきた人への返報という枠組みの中で展開されたカロン書で大量の和歌を読む稽古修道論が強調されている。和歌詞に照らし合わせてみると、毎月百首を読むような修練を前提とした毎月賞は藤原ため家以後の和歌世界を孫立基盤とすると考えられる。毎月賞の名の書質は富屋聖夜賞であり、 中世に一定程ドルフしていたと考えられる。事実、毎月章には複数の伝本系統がある。十体という身体、心と死の関係、周一体、本家取りや、大英の方法、歌病と死の容赦などの論が展開され、前後に修行稽古の心得が述べられており、定価化論書の中で最も充実した内容を持つとされる。毎月章の中心をなすのは、 不信体論と周逸霊論であり、その他の部分は近代修家、英科体外で説かれた技術論とほぼ同士である。本書で定価が提唱した十体とは思考の体、数項への思考性が感じられる意味内容がなるほどと思われ、確かさが感じられる表現に金星、調和などの整った感じがする成長の緊張を保ち流霊感が強い。 視覚的な描写が目立つ、題に基づく思考が、知性的で巧みに行われている、着想の珍しさが目立つ、複雑な修辞技巧によって、上手備を濃厚にする、意味内容や静かに強さや、恐ろしさが感じられるである。ありがとうございます。